こうにゃーにゃーちーはみーやんです。大変大変、産卵が成功してから赤虫を購入すればいいやと思っていたんだけど、配達に3日かかるらしい。2日で届くと思っていたから、どうしよう。2日後に赤虫をやろうと思っていたから、なんという誤算。家にはこの UV プラスビタミンの赤虫しかなくて、近くの店でもこれかクリーン赤虫しか売ってないよ。某カエルの YouTuber が、ビタミン類が入っているのは良くないと言っていて、去年の最初の方はこの赤虫をやっていたから今年はやめようと思っていたのに、赤虫が間に合わない。何か代用になるものはあるかと考えた結果、そう、今あるのはこのブラインシュリンプ。去年の最初の赤虫は大きすぎて刻んでやっていたから、1日ぐらいならいけるかもしれないと思い準備です。ではどうなったのか、どうぞ。孵化3日目です。本当なら2日目で赤虫をあげるとこなんですけど、赤虫はあと1日来ません。そこにあった卵の残骸とかを全部食べ尽くしたみたいです。とりあえず水が濁ってきたので、水の交換を
した後にブラインシュリンプを揚げていきたいと思います。はい、水を変えてきました。ではブラインシュリンプをやっていきたいと思います。こんな感じ。これで1日持つかな。しょうがないね、もうこれは。食べてるかどうかはよくわかりませんけど、これで共食いを避けてくれたらいいかな。以上です。孵化4日目です。やっと届きました。前もって1人前頼んでおくという手もあったんですけど、クール便なのでどうしてもまとめて購入の方がお得なんですよね。まあ午前中に届いたから本当に良かったです。大量大量。ではお玉さんたちにあげていきましょう。では赤虫をあげていきたいと思います。ちょっといっぱいやりすぎたかな。まあまあ赤虫来たしこれで一安心。以上です。孵化5日目です。赤虫をやりだしてからの水の汚れが半端ないです。とりあえず水替えをして赤虫をやっていこうと思います。水替えをしてきました。だいぶ透明になったけどまだ少し濁ってるような気がするけど、まあ気にしない気にしない。一日に2回も水替えをしていたら結構な重労働です。でもわかるかな、赤虫をやってからのこの赤みがかったボディ、これが綺麗。
では餌をやっていこうと思います。以上です。どうでしたか？ほんと赤虫間に合ってよかったって感じです。去年も思ったけど、大きくしようと思って、一日に3回、水替え2回、やってるけど思いのほか大きくならない。今年こそはこんくらいこんな大きいお玉さん作ってみたいです。ではこの辺で、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。